東京五輪追加費用問題 IOC 側の1、法的な最大860億円に組織委は承知していない。東京五輪組織委の武藤俊夫事務総長が15日、インターネットによる記者会見を行い、国際オリンピック委員会 IOC が14日の理事会で1年延期となった東京五輪に最大8億ドル、約860億円を新たに拠出する計画を決めたことに対し回答した。武藤事務総長は、我々と IOC で議論が行われたことはないと明かし、その内容に承知していない。我々の根縛りもしっかり言ってまいりたいと説明した。IOC は14日の理事会で、大会運営費として6億5000万ドル、約700億円、国際競技連盟、IFや各国、地域の国内オリンピック委員会、NOC の支援に1億50例ドル、約160億円を充てることを決め、トーマス・バッハ会長が電話会見で明らかにした。追加経費に関しては、先日に IOC が安倍首相が負担に同意したと一方的に発表し、組織委が全否定するなど騒動となったばかり。今回も寝耳に水だったようで、武藤事務総長も我々も直前に知るところとなった。結果をプレスリリースで理解した。我と IOC で議論が行われたことはないと明かした。追加費用の問題については、IOC と連携して、引き続き精査に努めていくと繰り返し強調してきたが、今回も先手を打たれた形で、IOC が日本側に大きな負担を強める考えは変わらないことが改めて、範は明かした。武藤事務総長は、IOC として必要な措置を講じたということ。ポジティブなものだと受け止めていると、前後期に捉えつつも、現時点でのこの内容のブレイクダウン、上位組織で決まったことを下部組織に指示することは、時期尚早であると IOC 自身が答え得ており、我々としても、その内容に承知していない。引き続き IOC と、日本側は共同で延期がもたらす評価と議論を進めていく。日本側としては、我々の主張をしっかり言っていきたいと強調した。